はいこんばんは。アキらのゲームへようこそ。ラスクラ実況です。今夜もお付き合いをよろしくお願いします。明日5月21日のアップデートの告知が来ましたね。えー、内容の方ですね、いろいろあるんですけれども、とてもとても面白いことが一つアップデートが来ます、えー。これはなかなか、あのー、何ですか、子さんユーザーを喜ばしてくれる内容じゃないかなと思いますので、えー、今日はですね、その内容を話していこうと思います。では参りましょう。このチャンネルは、 ほぼ毎スマホゲーム特にラストクラウディアの実況を投稿しているチャンネルです私が仲の人明です囲碁見白きい、それではね今日の込み読み集会はサメール村の精神世界のハードを回ってますべ、えー、クさん今週の対戦動画とても興味深かったです鹿さのタフさと硫化水素の病気はアリーナの戦略に影響でそうですね硫化水素は先駆の影響が問題だというので金リリーが打ったらウルトラやべえ魔法になっちゃうのかな あと、技能の女神、龍さんはスキルコスト重そうので、コスト対効果が気になるところですね。私は司んゲットできたのですが、竜さんのいじめが出ませんでした。動画見ちゃうと限定アークめちゃくちゃ欲しくなりますね。 メダルが別になければ取れたのになということで、ね残念でしたね。メダルがね、あれでしたからね。てか、ベクさん、これ、あの初コメですよね。ありがとうございます。で、アリーナのね対戦動画、そうですね、先週はですね、いろいろ実験させてもらったからっていうのもあるんですけれども、うん硫化水素はね、多分そうなんですよ。リリーとか、要するに炎症の早いやつやったらいけるんかなって気もしてるんだけど、ちょっとね、まだ別のことを試してます。まだですね、今週の土曜日のアリーナのね模擬戦でね、また 投入しようと思ってますんでちょっとね一見あの今育ててるのがありますお楽しみにタコちゃんさんお疲れ様です今日の模擬戦どれもレベルが高くてとても参考になりましたここで質問です MP の回復は追いつかず無影翔がうまくいかせてない気がします最後の試合のリリーとか打ち放題だったわけですがスキル編成とかどんな感じにするといいのか教えていただきたいですアリーナをやり始めたのは最近で基本戦術を理解してないためしょうもない質問かと思いますが教えていただけると幸いですと っていうこのタコちゃんさんのコメントに対してですね、えー、そのキッシーさんね、僕のあリリーにボコボコにされましたあの。キッシーさんがですね、あのー、わざわざスキルセットをね、解説してくれてます。3生命されたものです。僕も最近あれで始めたばかりですが、リリーの連発魔法関連は以下の通りです。1、アークに近所。に窓オーラを外す。3、A4 のポーズ。4、3のために MP アップ、各種積んで分母を上げる。だけです。あとは窓オーラ内分 軽受けスキルを可能なも限り守るだけですこれで無衛将装備2種はほぼ完成です神大級ですが僕もとしろたのでどなたか補足をお願いしますとでタコちゃんがねおきく本人から応援していただけるわということで、えー、ご本人さんからね返信が一番ですっていうかですねえー、そんなど素人じゃないですよ俺完全ガチガチのあれだと思いますけども ただまあこういったらよくあるあれですよね。よくあるセットのあれなんで、だからここからなんかこう、もう一工夫というか、このリリーに対してどう買っていくかっていうのを考えるのが面白いですね。だから僕はリリー持ってないからこそ余計なんだけどね、だからそういった意味で、まあ、気絶させる、もしくは、あの、病気にさせるみたいなね、感じで考えてやっています。岸さん、ありがとうございます。 つかさ開幕特技さんでピオーラしてこ。病気強い。どんどん実験台にしてどうぞ。ということでですね、この間、1戦目でね、癒されました。で、くりさんのね、パーティーはね、あのー、なんていうんですかね、ガチガチのね、あのー、物理派なんでね、とてもその、なんとか、戦いやすいっていうがいいですけ、ね、いい試合ができる相手なんですよね。なのでね、あのー、とても、あのー、楽しかったです。えー、というか、つかさのね、開幕特技のさんがね、打てるかどうかなんですよね。特技さんがね、チャージ特技さんでたまんないから、 そこを、まあ、クイックトリガーで出たらラッキーぐらいに思ってやっていかんと上がるのかなーって気はしていますね。いっさん、あきらさんこんばんは。つかさぶじゲットできました。次回、現役の塔の時に、潜空小くつかさ縛り楽しみにしてます。サブちゃんも登録したので大変だと思いますが、毎日更新楽しみにしております。ということで、サブちゃんの登録もありがとうございます。まあ、サブちゃんはね、あのーまあ、あんまり気負いせずに。でもあの、毎日更新はしようと思うんですよ。あのー、夏の、空いてる時間があるから。 アイデア時間にしたらしかも食べってるだけなんでね。なんでねあので、まあ、気になったこととかね、食べるだけなんですけど、よろしかったら皆さんもサブチャンネルよろしくお願いします。倉鎌さん、硫化水素の実装によってリリーがさらに最強になりましたね。攻撃側だと手動でアヌラメルスも使えるから防衛するのがまだ難しくなった。ゴッドヒールとタンクを無効化して、禁止素材も自滅させれますからねということで、そうなんですよね。あのー、ね、なんですか。 ゴッドヒールがねねすすごく虚しく響きますよ、ね、でプラウドホースとかでね回復ができないからあの近、ー、所で魔法を使うためにね HP 使うやつらが自滅していくという感じなのでまあ硫化水素はかなりエグいですよねでまあその病気無効に対してもアヌラメルス使えるってことになってくるんでうーん手動でいけるんやったらねだから僕もそのーんなんかそこまでやっちゃうとずるい気がするかなと思ってねアヌラメルスは使わないようにしようかなと思っていますキッシーさん 明さん木戦ありがとうございました。こちらも課題が見つかりとても良い経験になりました。ちなみにちょっと前に明さんに木戦移動なら僕が歯が立たずボコボコにされましたよと。え、本物ですかそういうもんだよね。司の耐久力すごいですね。僕も育ててみようと思いました。それに AI 修正入るか分かりませんがゴッドヒール潰しの病気にも感動。最近の僕の典型的なけパターンとしてチャージ特系積んでる相手が開幕速攻で逃がさんぞバルサーレイブンディバイン HK の瞬間移動で MP たまる前に半回、崩壊ってのがおなじみです。まあ、で えー、僕も倒すときはそんな感じで倒してますね。されて嫌なことは相手にとっても苦痛ですよね。今回は金書リレーがうるさくて、自慢のゴリラ・ローランド様の活躍が見られることが残念。ゼルビウスに攻撃クリ各種強急所、回、アタックレイズ1に闇を照らす光を揃えても霊長類最強には響きませんでしたね。ほう。めちゃ勉強になるんでまたお電合わせお願いします。とりあえず最近判明したことは、ラストラ界のロンゲメンズは強い。白髪の除 <laughs> ロンゲメンズね。はい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 。 55階の赤神は超必殺が通常攻撃なのかなということであれね、うん、55階のねあいつはね超必殺ね連発で打ってきますからねだからまあ何ていうかなあいつはもうまひらして黙らすのが一番話し合いですねうん出はまたということで最近ではまた使ってくれる方が増えて嬉しいですありがとうございます岸さんまたやりましょうジレンさん初見ですいつもラスクラ実況を楽しく見させていただいてますついさっき有あでらさんと遭遇したので戦ってみましたがかなり苦戦しました なんとか手動でギリギリ勝つことができました。戦えて光栄です。また勝手ながらフレンド申請させていただきました。よかったらよろしくお願いします。ということで、えー、ジレンさん、初コメありがとうございます。そしてですね、まあ、あのフレンド申請してくれたってことなんですけど、すいません。あのー ね、もう拒否させてもらったんですよ。ごめんなさいね。もう気づいたから拒否させてもらったけど、え昨日の動画でも告知しましたけども、フレンド募集はですね、あ,のあくまで僕のこの視聴者にねあのにフレンドになってほしいと思ってるので、僕の方から申請をさせてもらってます。なのでね、ヒデンさん、お手伝いですけど、またよかったらですねえ、昨日の動画のコメントの方にですね、コメントいただきましたら、僕の方からさせてもらいますので、よろしくお願いします。まあ、その際にラスクラネームと ID の方を忘れずに書いておいてください。マイクロブリンさん、広範囲状態以上強いですね。 アリ1点に絞って対策ができないので状態上の対応が難しいですよね。攻撃に研究権をつけたいんだけどスキルコスト6使うのが悩みどころだったりということでこれねあのー、攻撃に研究系っていうかねもう1体研究用のキャラを作ればいいと思うんですよ。うん、でまあ、スキルコスト6が重いんですよ。重いけどその火力っていうところをもう捨てて火力は別なやつがする。ももううけこいつはもうデバフ 状態異常にさせるるんだっていいいいうあの緊急マンを作るのがいいと思います僕がそれで言うとそれがザイクスなんですよ、まあ。ちなみにザイクスと雷セビはどっちもね、研究マンになってます。だから火力はもう正直、ローランドとかあーとーサンタティリアで削るっていうのをイメージしてやっていますね。でまあ、ザイクスはもともと火力が高いんでねあの、火力もらなくてもそこまでできるかなと思ってやっています。金子さん、アキラさんのつかさを見てて思いました。僕はガチガチのタンクにしていれば、ロドグラスよりもアリアで使いやすいキャラになりそうです。 枯れまりトポギさんで切れさせて敵を引き寄せて女神竜さんで少しずつ削る夢なるキャラですねちなみにガチャ激沈して悔しかったので雪地1枚使いました優勝を20連してクレアと琥珀をゲット無傷30連して竜さんの泉をゲット司はゲットできなかったかと目的のワークはゲットできなのでよしとしようかなと思います本館別館ともに頑張ってくださいね応援してますということでありがとうございますで、まあ、クレアと琥珀はゲットして竜さんの泉をゲットクレアと琥珀とがまだクレア出てる人いますね何やろクレアガチャなんかもしれない つかさはね、あのーうん、ガチガチのタンクにしようかなと思うけど、僕の中でやっぱタンクヒーラーが面白いかなと思って、今育成しています。はい、ってな感じで、えー、今日もたくさんコメント読ませましたけれどもで、またですね、コメント残っちゃってますけども、また明日読ませ,させていただきます。はい、それですね、えー、今夜の本題の明日5月21日のメンテナンス内容を見ていこうと思います。メンテナンス日時が、えー、21日木曜日の13時から16時の予定。で、メンテナンス内容が こちら中級魔法の時間停止止演出が廃止されますこれで、ね、前からね告知されてましたけど、えー、皆さんからのアンケートを取った上で、えー、吟味して結果やっぱり停止するみたいですねんこれねまあ批判いろいろあるんですけどね、えー、こちらちょっと詳細見ておきましょうかなお今回の本実装に伴い中級魔法の演出や挙動について一部調整を行っております本お知らせでは廃止後の仕様と調整内容並びに3月にした体験クエストからの変更点をご案内させていただきますと 重要5月21日にリリースされるアプリでは以下の不具合が発生することを確認しております。中級魔法の発動中だと一部魔法で栄晶時間が進まない。あー魔法の発動中は栄晶時間が進まない。要するに他の人が唱えてる魔法は進まないってことなのかな。まあ無栄晶だったら一緒だけどねで。使用について中級魔法の時間停止演出を廃止後の使用については中級魔法で時間停止演出が発生したがりバトルがリアルタイムで進行するようになります。 中級魔法は同時に重複して発動しません。敵味方ユニットの誰か1名が中級魔法を発動している間、他のユニットは中級魔法の栄晶が完了しても栄晶モーションを取り続けます。発動中の魔法が終わり次第、次のユニットが中級魔法を発動します。中級魔法以外の魔法や超飛車技、中級魔法の発動中も通常通り発動できます。中級魔法以外の魔法は発動するんだ。 不具合により、中級魔法の後倒中は一部魔法で炎症時間進まず、中級魔法と同時に発動できなかっております。近日中に蒸気使用へ修正を行ったアプリを公開させていただきます。ということなんで、えー、っと、じゃあ、上級魔法ね。例えば、ギャラクシーを誰かが発動している間に、シャイニングゾーンが打てるってこと。うん。なになーに中級魔法以外の魔法や超必殺技は、 なるほど。これちょっとまだ変わってきますね、話がね。ちょっと、あれじゃないですか。やりたい放題になる可能性出てきませんこれ。ね。ブリザード売ってる間に、に、他のやつが、ね、シャイニングゾーブ打ったりとか、ね、打てるということ。うーん。これまた魔法だらけになりませんアリーナ。ま,あ、まだね、あのー、実装されてから見ていこうと思いますけどね。 中期魔法時代の挙動調整。ブリザードの最終ヒットの硬直時間を緩和。あのカッキンってなるとこね。ブリザードの最終ヒットで被ダメージ時の硬直時間が長く連続して使用される続けるケースがあったため、最終ヒットの硬直時間を緩和いたしました。うん、これであればね、まあ、連続してさ使用されるって言ってるからね。ギャラクシーの演出調整。ギャラクシーの画面が白くなる演出より、バトル画面が見えなくならないよう調整を行いました。 体験クエストからの変更点。これね、えっ、ー、と最近始められた方ね、えー、知らないかもしれませんけれども、この、えー、中級魔法の、えー、時間停止支援数を廃止した感じのやつを、あのー、皆さんに体験クエストってなったんですよ。で、それを触ってみて、今皆さんどうって言うとこだったけど、えー、体験クエストが操作していないユニットが中級魔法を発動した際、バトルカメラが魔法にフォーカスされ、操作ユニットが見えづらくなっておりました。えー、本実装後、操作していないユニットが中級魔法を発動した後、 操作ユニットが移動や行動を行った場合は、操作ユニットにバトルカメラがフォーカスされるように変更いたしました。まあそうだよね、当然。あの魔法を発動した後は、え自分が操作しているユニットの方、今これだって時間停止してないからね、動けるからね、に自分の方に移るということなんで、あのーまあ、勝手にあの発動してくれるよって感じだねで。中級魔法使用者の挙動を改善。体験クエストでは、中級魔法発動したユニットは、魔法が終わるまで操作することができない仕様でした。 本実装後は中級魔法を発動したユニットは発動してから少し時間が経つと自由に行動ができるに変更いたしましたダークマターのみ不具合により魔法が終わるまで操作できない状態となっておりますがこちら修正を行わせていただきますその他警備な不具合を修正っていうことなんでうーんまあこれはねえー、っとアリーナとかで結構あのいろいろ問題点といった話ですけど戦略が変わってくる可能性がありますんで、えー、この辺はですねまたですね今週の土曜日の の模擬戦とかかででまままた一緒に見ていきましょうかで、まあ、それ以外のメンテナンスのお知らせのところなんですけどまずイベント追加としまして、えー、芸能等が開催されます、えー、2022年5月度の芸能等を開催されますこの2週間やってたのは4月度の分だとで今回から61回以降が、えー、フロアが追加されます でさらに装備交換所に幻影の悲壮、槍がね、追加されるということなんで、えー、前はで、ね、僕ね、60回までなんとか行けましたんで、えー、今回もね、頑張って60回までとりあえず行って、60回以降を、まあ、実況できるようにやっていこうかなと思います。で、シ、えー、羅の戦役が開催されます。で、本イベントでは確率でゴールドポックル、ゴールドクインクポックルが出現することがあります、えー。ゴールドポックルはユニット経験値が多めに格闘でき、ゴールドクイーンポックルはマザーソールをドロップします。 でこのゴールドクイーンポックルはあの一応ロビンとかで盗めますんでね、えー、うまくいけば2個ゲートできますで、えー、セイリオスとクロメルザとバント白メルザとポックルが、えー、それぞれ今回イベントでは、えー、ポイントなどの優遇がされてますので、えー、と特にイベントポイントがあることはポイント報酬もあるよということですねでデータ更新で育成応援ログインボーナス7日間ログインでエスア以上1枠確定10回チケット まあ10回知見もらえるとあとマザーソウルも30個もらえるとなお石はなしということですで育成キャンペーン開催鍛錬の間を毎日開催ソウルの間を開催超越者ゲートを毎日開放超越者ゲート限界突破の間のドロップ確率2倍ってことなんでまあ素材を集めやすくしてるよってことなんだけどあのあれですねえついにソウル2分の1が終わりましたね 通常のソウル寮に戻りますんで、久しぶりですね。久しぶりに通常通りにソウルが減っていくという状況になりますんで、えー、最近始められた方はね、えー、全然ソウル足んねえよという状況が始まるそうですね。んで、え念、ー、の間については、毎日開催で、あとソウルの間か。ソウルの間が来るんだ。で、これはこれで要するにまああのソウル補充しといてね、補ってねっていうことでしょうね。で、もう1日3回までなんだよね。で、こちらですよ。 一部ユニットの潜在覚醒6段階を開放ということで以下のユニットの潜在覚醒6段階まで開放いたしますセイリオスバンそして白メルザとポックルがきますこれは結構嬉しいんじゃないですかね56段階目の潜在覚醒ではユニットのステータスのみ評価となり超必とは強化されませんのでえっ、ー、とまたそれでもメルだとポックルがあ5段階6段階開放できるということなんで、えー、これは結構熱いと思います えー、ちなみに僕はですね、えー、ポックルのソウルは250個回ってました。<laughs> 白メルザまだ見てなかったんだけど、白メルザ多分ね、僕ね、3大会ぐらいしか行ってないんですよ、潜在学生。だから、あのー、白メルザ使いはね、僕の視聴者さんにもいましたからね、特にアクセルさんのかな。アクセルさんもそうだし、えー、クリさんもそうだったかな。白メルザ結構使ってて、詳しい人だったんで、これは面白いんじゃないかな。で、僕はですね、ポックルなんですよ。えー、実はね、長らくポックルをずっと使っててですね、 あの最初の頃かな最初の頃ポックルでいろいろ試してましたねうんそれこそジュフォース・オリフィアが出た頃にポックルに装備させてで大地の怒り特技さんの威力はね見てたんですけど特技さんのね森の怒り結構強いんですよポックルねでこれがまあ最初の頃さポックルって最初の,あの配布でもらえるんだよねまあメルザもそうだけどもで で、僕らはそのソウルがドロップするので敵のポックル倒しても。だから結構最初皆さん育成してた頃あったんだよ。だから今回の6段階目は結構面白いんで、うん。どうしようかな。ポックルのね、あの、おすすめスキルセットとか装備とか、その辺の話をですね、していこうと思うんだけどね、今後ね。あの、まず最初に言うとけどポックルってね、植物なんで、あ、もうちょっとポックルのやつが熱いんだけど、ポックルイーターと相性めっちゃいいんですよ。ポックルイーターつけると、 あのー、植物のねタイプ植物の人だけあのー、クリティカルのね威力が50%アップしたんですよ。ね、50%アップですからね要するに急所狙い回と一緒かななるんでこの辺に急所狙いとか急所狙い回とかねいろいろ組み合わせていくとねすんげえ軽く出るようになるんですよだからねクリティカルアップ系とかね、えー、急所狙い急所回とかをねまあまあつけていくのが一番スタンダードかなまあ、キアダックレジとかっていう感じでえー、とねポックルはバカにできないですよこれ結構面白いと思いますよ。 で、ユニットフェスガチャ、いきますね。ユニットフェスガチャはね、あのー、数少ない有料ガチャだと僕は思っています。えー、まあ、本ガチャではユニットが出現しやすいガチャとなっております。えー、3%パーで出現するユニットが今回5%パーで出ます。これ確かにそうでしたね。僕も今まで何回も結構な数回してますけれども、えー、いつもよりも、あのー、SS レアークが出るよりも、ユニットが出る確率が多いです。 で今回のピックアップは以下の3ユニットです。いずれも6段階まで選択覚醒が可能ということで、セイリオスとクロメルダとバンが出てくれますんで、えー、これはまあ、そのソウルをゲットしたい人も向けですね。特にセイリオスとかメルダとかバンを6段階まで育成するにあたって、あのソウルが欲しい人は、これ回してもいいかなと思います。ね、あで、やっぱり、ね、ユニットソウルも3倍増加だね。ピックアップ対象に関しては。で、ガチャ1回の時にマザーソウル3個もらえるんですよね。これが熱い。 これは、その、今、無償でね、石貯めてる人は、あの、使いどころです。僕はもう一つしないけどね。で、まあ、皆さん、大体皆さんがね、前回が無償優勝問わずに、司のね、ユニットソールとかもらえたり、紅白とか先駆のやつもらえたらね、もう回し済みの人も多いと思うんだけども、まあ、あるんだったら、もしまだ残っているんだったら、回した方がいいやつです。うん。一回だけ3個もらえるからね、ね、これはスキルコストの育成とかめちゃくちゃたぎるんですよ、ここでね。 うんだって10連したら30個だからね50連したら150個もらえるからねで難易度のゴッドのクエストが追加されます、えー、ルベル海岸とアルダントリデが解放されて、えー、今回はカエルとレイの栄章がもらえるってことなんでカエルとえイだぶさにストーリーユニットのやつが来ましたね栄章がねまあそろそろなですかあのモンスターユニットの栄を来てくれるのかなって期待はしてたんだけど1周したからねうん だけどストーリーユニットのやつをどん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 やっぱ追加していくみたいなね最初に今2個追加したらねカエルとレイが来てその後リルベットゼックスティリアが来たから多分2323で追加されていく感じなんかなまあこれはこれでありがたいですで錬金所に強化可能な装備を追加錬金所に強化可能な装備を追加いたします今回は武器防具をそれぞれ4種類追加いたしますとで不具合の修正と 改善アリーナ,、ね、ナで防衛時のトロフィー増減数を調整防衛でトロフィーが自分より多い相手に敗北するとトロフィーの減少が大きくトロフィーが自分より少ない相手に勝利するとトロフィーの獲得数が多い状況のため調整を行いますそりゃそうだね他にも上位リーグでトロフィー増減数のバランスが悪いマッチングで大きくトロフィー差があるプレイヤー様とマッチングする場合があるなど課題として認識しておりますため改善検討を進めておりますと いうことでまあ、これね、まあ、マッチングはクソとも言われてますね。で修正する場合、遠征で編成を変更しても反映されないことがあると。これ、結構多いんで困りますね。うん。あの、無駄遠征が結構多いです。遠征にて、踏派ミッションの条件を満たしても、ミッションが達成されないことがある、具外への一部対応、装備やスキル等で上昇した体制が加味されないケースがありましたので、修正を行います。まだ一部ミッションの条件が非正常に処理されていないことを確認しため引き続き調査を行います。ねや,やら、やな、んやら、なんやらがあります。 で、補填があります、えー。補填内容、高速チケットかける5枚ということで、<laughs> うーん、最近これ、高速チケット配ってりゃいい意味になってくると怖いよね。今までね、補填って石だったんだけどね、この辺のバランスどう考えてるのかなどういうふうに使い分けしてるのかわかんないけども。で、まあ、いずれにしろですね、やっぱ嬉しいのは、このやっぱ6段階目を解放ですよ。うん。まあ、清涼素もバンもメルザもポックルも嬉しいんだけど、僕は一番やっぱポックルが嬉しいかな。うん。 こうなってくるとあのー、使いどころが変わってくるんでね白、うん、メルザも,もね光アタックレイズ2とかね手に入れた人からしたらね結構活かせれるユニットなんでねなぜ通常攻撃が一番最強だと思いますからね最強って攻撃力が最強じゃなくて隙がないんですよノックバックしないからね連続で打つと殴れるっていうのは白メルザが強い詳しくはですね昔々あの黒メルザと白メルザを比較した、えー、動画がありますんでそちら良かったら参考にしてみてください なのでねまあ、明日は結構やること多いかなと思うんだけどですねまずは僕はあ原因の塔を駆け上がっていくのかなとあとこの修練の帳域の方でこれイベント部だろうどうせなんで修練の長期の方で、えー、ポックル以下ほのメンバーたちねそうだな白メルザと黒メルザとっどっちを育成した方がいいのかっていう話も今しといた方がいい軽く。 えーとこの間の動画ではね過去に比較した動画では黒メルザの方が優秀というふうに僕は判断したけど今回、えーまあ、白メルザも黒メルザもどっちも潜在学生6なんかいったんかだから何とも言えないけど光アタックレーズ2がある分白メルザの方がもしかしたら優秀になってるかもしれないけれどもまあまあその辺はお好みでしてもらえればいいかなと思いますまあ僕は多分、えー、ポックルとセイリオスとバウンズ連れていくかもなって考えていますこれで終わりです はい。というわけで、えー、今夜は明日5月21日のアップデート内容の方をチェックしていきました。えー、やっぱ一番の見どころは、潜在学生6段階まで解放されたあと4つのユニット。うん。で、その中にやっぱ配布のユニットね、要は、あのー、無償で入手できるユニットの、えー、メルザとポックルがいたっていうのは、あかなりいいんじゃないかなと。うん。 まあ過去、長らくねゲームやられてる方もそうだし、最近始めた方もね、ポックルとシロメルザを持ってはると思うんで、そういう意味ではあの遊べる範囲が広がったんじゃないかなと思います。無償でね。で、ユニットフェズガチャもそうですね。あの辺もまあ、さすがに課金してまで回してって言は言えないかな。今回も,もうしんどいと思うからね、皆さんだいぶ課金しちゃってる後なんでね。だけども、お得なガチャであることは間違いないです。マザーソール手に入るんでね。うん。 そこはまあ余ってる石があるのやったら回していった方がいいし、えー、そこは今回のイベントでも手に入るだろうし、あーとー、現役の塔でもね、ある程度石もまたゲットできると思いますんでね、その辺使ってね、僕もできる限り、うん、まあ、10連分ぐらいはね、あのー、石貯めて回していけたらなと思いますし、う、あのー、なずさん、ちょっと嬉しいですね。うん、今回の、いろいろありましたからね、えー、コラボがね、 こけたっていうところはかですけど厳しかったところあったんで、えー、そこをまあなんとなくみんなが楽しめる内容にはなってくれたかなちょっとまあ使い回しでおどうせってみんなさん思うかもしれないんだけどそこはそのなんて言うかな芸能等が61回以降が追加された部分でクロートの人は楽しめるだろうし初心者の人はですねあの育成ってところで修練の頂域などユニットフェスガチャなどね楽しめるんかなと思いますなのでまあ明日はねとりあえずそうだな、えー、ポックルの話をしようかと。<笑><笑> 思いますリエンの友の森ですねそれでは明日の動画でお会いしましょうではまた